不思議なくらいに。地域経済に貢献しうる人材を育てる高校、要は高卒でも使える、その人材を目指す、というコンセプトに何かの肯定感はある。大卒なら大卒らしい、そんな仕事をしてほしいものだ、そんな皮肉も同時にそこにはある。変化した感覚、現在の日本に、それは少しある。それが、菅首相の就任による変化だろうか？後ろ盾も何もないまま、実力のみで、総理大臣になった、菅氏。そういう時代、か。とは言うが世代の問題か、ちょっと抵抗感もあるが。大学、特に国立大学に入学、というのは、間違いなく、優秀、というフラグはつくわけで。実務で多少の失望があろうが、ついてないやつよりは、重視するのが良識。とはいえそれが結論で自身の現状かもしれないのだ。無能な、というべきか、テキストのない大学にて。